はい、本日の僕感覚と申します。イフトボールウィークこれチャンピオンスカッツー。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。 さあ、トレーニングキャンプ、お疲れ様でしたということでね。えー、でトレキャンのね、報酬今日は引いていこうかなと思ってます。それとですね、新しいガチャみたいな、まあ新しいガチャって言っていいのかな。まあプライムプレイヤーズのガチャが来てるんで、今日はこれも引いていこうかなと思います。えー、あとはそんな感じかな。はい。で、新しいイベント来てるんですけれどもね、まあやってみた感じよく分かってないんですよね、まだね。この、えー、と、ビクトリーコントラクターか。はいはいはい。 ちょっとかなり謎のイベントなんですけれどもね。はい。ま,あ、まだね、始まってないということで。えー、まあ、始まってないというか、あの、始まってるはいるんですけれども、なんか本日の VS モードみたいなのが始まってないみたいな感じですね。はい。えー、ではやっていきましょう。ちなみにですけれども、前回のイベントの、まあ、トレーニングキャンプですね。スーパートレーニングキャンプか。えー、こちらですね。えー、とね、報酬の受け取りが、 えー10えー、ご3月13日日曜日の、えー、3時までなのでこれね必ず忘れずに撮っておいてください僕は前回これねあのー、イベント交換し忘れて、ね、アイテム交換の期間過ぎてしまって結局おじゃになっちゃったんですよねもう、まあ、非常にもったいないので必ずね引くようにだけお願いしますイベントを のまあ、次のイベントの終了までこれないんでね、日曜、なんと日曜の、えー、3時までなんでね、はい、忘れずに、えー、置いてください。ということで、えー、では行きましょう。あ、まず僕これもう引いときましょう。はい、えー、星5センス獲得ね。まあ、これとりあえず行きたいと思います。うんとね、今とりあえず育ててる、まあ、育ててるっていうか、ちょっともったいないけどね、まあ、大概みんなね、あのー、センス持ってるんで、ここ全部解放しきってるんでね、スタメンでね。えっと、まだね、その解放できてないやつが、 えー、ここ、ここじゃない。ここですね。はい。右サイドバック務めてるこのマルキニオスがまだなんで、一応これちょっとマルキーニオスに使っときたいと思います。まあ、これのためにね、一応頑張ったんでね。頑張ったというか、まあ、ぼちぼちやったって感じでしょうか。はい。まあ、できたら金のやつ欲しいですね、ここね。金の何か。もう金やったら何でもいいです。EP でもいいし、まあ、EP でもいいといか、EP ができたらいいんかな。あー、ダメだった。はい。えー、スタミナ10パアップでした。まあ、せっかくなんで、つけときましょう。はい。 あース,タミナスタミナよりもやっぱディフェンススキルかなこっちの方がいいかなはい、えー。ではどうしようかなプライムプレイヤーズ先行こうか。はい。えー、今回来てるプライムプレイヤーズのガチャ、えー、3人います。ブルノー・フェルナンデス、エレロイ・サネ、そしてペドリの3名。まあできればサネ以外ですね。僕サネだけは使ってないんでね。まあブルノー・フェルナンデスは今使ってるデッキにちょうどいるんで、えー、それかけたいなと思ってるのと、ペドリがね、まああのー、将来見越してね、これは獲得してでもいいんじゃないかなということで、えー、行きたいと思います。では、えーっと、ガチャの方に向かいましょう。 えー、プライムプレイヤーズちょっとね、あのー、プレミアムボール25が、ね、もったいないなと思うようになってきたんですけれどもね、まあ、一応引いときましょういきます1回で、はい、25ちょっともったいないですけどねはい、えー、金はたまっておりますということはペドリじゃないってことですねもうこれねいやーサネはちょっと嫌やなマジでサネやったらどうしようかって感じだもんなそっくりなサネやんとさあお願いします、まあ、できれば、まあ、ブルーノ・フェルナンデスが最高っすねマジで サネ出ちゃうとサネはマジで持ってないから101来てないうわっす101じゃない9しかうわーこれは最悪だプレミアムボール25ドブに捨てたクソあとでこれもサネ来ても僕使わないですからねサネだけはうーん即売りの一手ですからねサネはもうねはい、えー、ということで残念な結果に終わってしまったはい、えー、ではねガチャで挽回しましょう ガチャ券ね、えー。あんまりガチャ券多分ないんじゃないかな。30%、10%、30%。そして確定30%、10%、10%、えー。ナショナルの確定が2個ですね。はい、2個ですね。ナショナル確定と、えー、っと、星5確定が1個ずつなんで、はい。えー、星5が、まあ、とりあえず最低でも2枚は当たるということでね。いきましょう。まずは10%から攻めていきましょう。なんだあの、星3以上確定だと。微妙なガチャ券あるな、ほんま。きたおー !10% いけたぞ。よしよしよし。最先よしということでね。さあ、ナムダ99。誰やグリーンマルド。 リンマリーベンフィカン選手ですね。いや、ちょっと微妙な。おスピードタイプ。あ、でもスピードタイプでもいらんな、この左サイドバックはマジで。うーん、使いにくい。ということで、えー、もう一度10パ行いきたいと思います。最近10パからでもマジで定期的に保守うんだった全然回ってへんやん。<laughs> せめて少しは回そうよねえ。アイデンとしてはもっと回ってるぞ、ほんま。OK、次いきましょう。 さあ10パーガチャ。もうこれマジで回しといてほしいよな。おお、1個。うん、全然回ってこない。もういいって。あー、せめてね、なんか3つぐらい欲しいよな。あの人画面に。3つぐらい。もう引けるかな、引けるかな、みたいなね。トリッソ。コ,ン、えー、コレンティン、トリッソ。コリンテン、コレンティンって言うんや。 んただトリストなんかあんまりなん,なんか伸びるような気がせえへんねんな。オッケー、次、えー、30%がチていきたいと思います。まあ、ただね、星5になったりね、星4になったりね、トリストはね、するんでね。うん。そこはちょっとね、まあ、いいんじゃないかな。どうだろう。トリストね、育てるのにはまあいいんじゃないかなと思,思います。上限解放しやすいですからね。はい、えー、フェラントーレス。まあ、ここもね、ひょっとするとまあ、スペインの、えー、更新で、まあ、結構星5に上がりそうな感じしますよね、バルサやしね。うん。 とということでまあ結構いいんじゃないですかねペラントーレスはねしかもなんか引きそうやしな星5になったら普通にいけそうやな何本ぐらいなるか102とかになりそうやけどなはいえーっと全然わかんない誰これしかもはじめましてマルシッチアナウンマルシッチラツヨ所属さあ30%ラスト1個ですねいきましょうさあ全然ねまあほ星5引けなかったけどうわダメだうん全然ダメでしたダメ誰やんおえディアラ <laughs> ディアワラでしたごめんなさい、はいえー、アマドゥ・ディアワラ、えー、ローマ所属です、はい、あれかと思ったあのフォワードの名前忘れてしまったけど <laughs> 誰だったっけあれ元チェルシーの、えー、っと名前全然でごめへんも分からへんちょ,っとちょっと思い出されへんからねほっとくお置きましょうかはい、えー、では星5確定ガチャ行きたいと思いますマジアマジュアってまずはナショナルからいって、えー、まずはごめんなさいナショナルじゃないレギュラーの方からいってレギュラーじゃないじゃん レギュラーかナショナル当たる方からいって、えー、最終的にナショナル確定いきたいと思いますじゃあ星5確定かじャマじゃまじではいきましょう魔獣ってなんか言ってもらうな今日めっちゃかんまーオッ OK いきましょうさあ全然金旗は待ってないですけれどもどうかお願い戦力になるところを引いて103おーアザール更新きたーこれはちょっとなんかしらんけど嬉しい僕確かねこれ資料化してたと思うんですけれどもねただね僕のアザールはねキラなんですよね しかも更新ということで、これは嬉しいな、なんか知らんけど。これ何仕掛け人。後半開始時に同点の場合、スタミナが回復し、OFE とテクニック、オフェンスとテクニックが30%。アップいいんじゃないかな、これ。使うことは方ほ法ぼほぼないと思うけれどもね、やっぱりね、なんか希望はね、絶やさずにいこうというか、アザールはね、やっぱりちょっと期待しちゃうところあるからな。OK。さあ、では最後いきたいと思います。星5、ナショナルシリーズ、確定、ガシャ。金肌、前ダメ かあ。オッケー、行こう。まあ、仕方がないですね。これはね、もう結果なんでね。さあ。まあ、でも結構、トレキャンでもね、星5確定ガチャ、まあ、二つは手に入ったからね。まあ、そこはいいところです、ね、マジで。各イベントで星5が2個ぐらいね、当たるようだったら、百ちゃう、90ラグ。ルーカス・パケタ。この選手、なんかどっか移籍の噂あったよな、パケタ。どこあったかななんか誰かの後釜にパケタみたいな。あパリ・サンジェルマンや。 パリ・サンジェルマンに席の噂がね上がってるんですよね、確かね。あのー、誰やったっけな。ディマリアの後釜かななんかそんな風な噂が流れてましたけど、ね、果たしてどうなんでしょうね。ルーカス・パケタ、96。うん、だから、置いといた方がいいかなって思ったけど、うん、どうやらね。ただ、パリ・サンジェルマンで一気にね、なんかスターダム駆け上がる可能性もなくはないからね、ルーカス・パケタ、まあ。まあまあまあ、売らん。<laughs> 売るかな、でもこれはやっぱり。売っちゃうな。<laughs> この96のパケタは絶対売っちゃうわ。 うん、はい、ということで、全てのガッチャが引き終えました。はい、まあ、まあまあまあ、トレキャンね、まあ、あのいつもながら、まあ、打で、まあ、できれば、あの回復アイテム使わずにね、まあ、行きたいイベントだったんでね、まあ、そこまで頑張らなかったんですけれども、このビクトリー、えっ、ー、と、コントラクトは、コントラクターか、勝利の導き、ちょっと難しい、よくわからないイベントなんですけれどもね、まあ、ぼちぼち頑張っていこうと思います。えー、では、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。最後まで感じちゃったな。